手伝いできることは？これからも頼むぞ。酒井様。検事、何をしておる？ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。もうこの野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。
手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに？あなたの仲間だと知られてからどこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか？まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あし？あなた？お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様来ましたよ。無敵のタルキンたち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマタッ、モルビグニッボッソ。開いた。堪忍して、ミヨ。おい。まさかうまくいくとはな。
누가 사무라이 친 너? 어이! 우리 극자 하르다! 하락 구이와이! 어찌지 베리! 비베 힌맨! 헤르티! 오차 내일 주변들! 노쇼! 신지라네, 助かったぞ. 食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。 ケンジ? あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。 どういうことだ? 全てあいつがまいた種なんです。 猛虎と取引しようとするから。 あ、酒井様、 さすがの腕前。 ケンジ、 バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。 ここは俺が。 猛虎に食い物を売ると言って、藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。え、いや、間違いだなんて言わないで。 王子に殺されずに済んでよかったな。すまなこ。
サカイ。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教え。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かる気
あなたの意志とは思えませぬ。そうか、なぜそう思うのだ。おなごと恋仲になり追い出されたと叔父上から聞きましたゆえお主の叔父君は大層愉快なお人だ。違うのですか。全てわしが決めたこと。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられる。武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。そろそろだ、用心しろ。かけ、さあ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼすぞ。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中にだ。武士は自制を持たねばならん。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。
せっ。勝負しろ。何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、いい子だ。行け。
酒井。手遅れになる前に日吉の家を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれど地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一冊。しては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしがよい。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。樽で痛手を与えられるやも。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。
ならば下がっていてください。備えろ、猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ、殺せ。一夜一殺で参る。もない。抜かるなよ。カイドウから来るぞ。お任せを。奴らを冥府に落としてやる。来よったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。
腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。死としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。
足立家の親方政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族誰かおりませぬか。政子殿、酒井です。何者かが押し入ったか。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。荒らされているが、争った様子はない。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡、逃げた者がいたのか、追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。急兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に手を結びましょう。
私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り、己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも、赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い。これから小金寺に向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは。ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。よし。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。お侍が猛虎に殺されるはずがないと信じていました。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。
みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。あいつは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を食うためなら盗みも殺しも。私も悲しい。家族が多いんだ。もし太刀のお手入れをいたしませんか。きっとお気に召します。また頼むぞ。その太刀でどうか我らをお守り。どんな鎧でも結構です。大工が捕まったってさ、かわいそうに。もうこの弓を見て差し上げましょうか。酒井様、お達者のようで。刀鍛冶をお探しですか。酒井様、十分な素材をお持ちください。これで我らも安全です。何があったの。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。
高田がいるらしい。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿から言づてだ。和田家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。酒井様、ご無事で。甲冑師を探すか。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。弓の手入れをいたしましょう。恐れながら素材が足りないようです。お侍様。酒井様、ご無事で。どんな鎧でも結構です。どんな鎧でも扱います。礼を言う。材木、布を扱います。手に入りにくいものが揃ってますよ。
どうかそれで勝利を。近頃聞いた話なんだ、猛虎の死骸が増えている。鎧を整えてもよろしいでしょうか。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。私はどこでいただけば。知らぬ。どうか空腹なんです。そなたを苦しめておるのは食事への癒やしき欲です。でも幾日も飲まず食わずで。純真殿に聞け。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。
私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。聞こえたぞ。音がしたような。あれは古いよ。近づきましょう。こっちだ。お前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ。他は殺す。太刀を抜け。草原、もう逃げられぬぞ。
なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は？それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿。私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ、影。Thank you.
お前はかけがえがない。平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが、あの煙、焚き火ではない。蒙古の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見える。ここまで逃げてきたのか。酒井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。
みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。あつちゃさ、ほっ。うわっ。小物の恨み晴らしてやる。一人も残すな。やめる、撃つな、やめる、撃つな。こんなに強い、ビスで死んで。型が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。こっちだ、影。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのか。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。
叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてな。菅笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんの？戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。おい心臓、俺だ。お前ら、雄道様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ？あの侍は？聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、大はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか？袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。
し、お前ら行くぞ。Yeah.